はい、どうもこんにちは、ラクラクブラックです。スプラトゥーンパート4やっていきたいと思います。はい、今回このステージはね、なんとかモードやっていきましょう。アルバナモードですね。はい、やっていきたいと思います。武器は前回と変わりないです。はい、ピンク、よし、攻めていくぞ。どんどん攻めていくぞ。攻めていくっていうね、攻めていくスタイル、食べないでいこう。よしよし、隠れてたね、すごかった今の俺全然気づかなかったわ。よし、狙っとくぞ。あ、攻められてんな。よし、くらい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 、よし、出した。頑張るぞ、俺は。俺も攻めていくぞ。よし、ここね、高いところから狙われてるよね。それを利用して俺も高いところから狙ってくるから。あらららら、ら、やめて。まずい。何これ、遅い。何これ、足遅くなっちゃった。バーイ。あー、このバルブスピラー、バルブスピラーもすごいね。上から狙われて厄介だな、本当に。ここやってるね。こんにちは。いた、上から狙ってくぞ。攻めすぎたんじゃないかな、さっきの人ね。よし、いやでも結構自分も塗られてんな。頑張るぞ。なんでここぶっ飛ぶのができないかな。よし、めっちゃ奥の方から攻めていこう。わあ、すっげえ、ここも塗られてる。塗り返して、塗り返してくださいなんで俺は爆弾を、あー、やらちゃん、あった。でも塗ったかな。よし、頑張って塗ってください。よし、どうだろう、俺活躍できたかな今回なんかあまり活躍できなかった気がするんだけど、勝った。よし、さて、どんな感じかな。うん、3位か。でも結構取ったね、スコアね。よし、では次第2回戦やっていきたいと思います。はい、ということで第2ステージ、またここのステージだね。よし、さあやっていくぞ。進め。今回も攻めるよもう攻めるスタイルは変わりなしでいこうか。やっぱりでも上から来るっていうのを分かってるなら上から、よし、行け。ごめん、俺逃げる。あー、くそ、来てるのは分かってたんだけどな。しっかり見ていこう。よし、でも TPS でも楽しいね、これ。よし、グレイ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 、いるだろ、絶対いるだろ。あ、ここ塗られてる、ここ塗られてるから塗り返す。よし、
オッケー、よし、これで大丈夫。やばい、あるな。やっぱり上で陣取られるとまずいな。でも勝ってる感じがする。ちょっと自分に行くぞ。よし、進むぞ。これか。進んでいくのもまずい。よし、マスピンク。あれあれあれ、いるな。よっしゃ、よっしゃ。あー、くそ、上に、上から狙われたな。でもまだ濡れてない。よし、そろそろ右から来そうな気がするから。あら、来てる来てる。やっぱりいると思ったぞ。俺も返すぜ。あー、うち負けた。やばい、自分濡られてる。ちょっと待ってお前、ちょっと待ってね、貴様。バリアとかなしだよ。最後まで取っといた感じかな、あなた。よくやる。あー、くそー、もうちょっと時間あればな。うまかった。敵の作戦にやられた感じだな。ちょっとね、敵の作戦勝ちだったな。あー、ダメだ。打ち負ける時点でダメだね、俺。もうちょっと精進しなければ。はい、ということで、第3回戦やっていきます。はい、ということで、第3ステージも、アワリバトル、アロマナですね、食塩号。さあ、やっていこう。今回ピンク、相手グリーンという形。さあ、行くぞ。今回は、イカ忍者使っていこうかな。イカ忍者で攻める技を使っていこうかな。ちょっと俺が、自由な時に思いついたね、オラオラ精神を見せてあげましょう。よし、行くぞ。やっぱやられた。よし、攻めることを大事にして、自分もしっかり見る。よし、やめてやめて、俺の子からそんな戦いにならないの。やったら、あった、投げる。痛い。そう、これで見れないな。よし、これの攻め方は分かった。あー、くそ。やっぱり左から、左じゃない、右から来るんだよね。真ん中やられてんな。そこやられてるダメだ。ど真ん中に来たら、真ん中に来た。すげえぐるっと回ってこっち見るよみたいな。よし、攻めることはせずに、オラオラ精神まだ見せてないな。行くぞ。バリアだ。くそー。いくぞ。次はオラオラ精神の術で。オラオラ。いくぞ。誰かいるし。オラ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 。進め。進め。どんどん進め。こんな高低差なんて知らないからね。よし。よし。進め。どんどん進め。
もうどうもこんにちは、どうもこんにちは。あらあらあら、あーソニー、やらなかった。自分もやられてるけど気にしない気にしない、たまにはそういうこと大事だよ。よし、ほら、よし、進むぞ。ほら、進むぞ。あらあら進めない、進めない。みんな攻めてるね結局みんな攻めて終わったねなんだこれはい、もう結局みんな最後ぐらい攻めてやろうっていう気持ちだったのかな。なんかカモンとか出てたから結局そうだったんだろうね。最後は自分敵陣まで乗り込んでやろうみたいな、そんな気持ちだったんだろうねはい、ということで第3ステージは、まあ、伝説を残すことはできずに勝てませんでした。はい、ということでパート3はこれで終わりにしたいと思います。いやー、負け戦ばっかりで申し訳ないです。はい、次回は頑張って勝ちに行きたいと思います。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では次回お楽しみに。さようなら。ラクラクラクです、それがスタートの合図、聞いたことないなんて言わないで覚えて、ラクラクラクです、楽しく、そして楽しく、つまらないことなんて忘れて。